なやめとこうかな、それが影響を及ぼす可能性なんてほとんどないけど、お茶の時にはそんなことをいつも考えてるんだ、周りには雲が広がってるけれど、自動運転になる飛行機のように君に愛されていたいのさ、君が愛用かもしれない、操縦でも僕は